アメリカのミッシー・パーキンを破ってチョン・ウンヒーが3位決定戦進出です。さあこれでチョン・ウンヒーが勝ちましたので、シンガポールのシェリー・タンが待つ3位決定戦へ進むことになりました。はい、個人戦女子第2試合は3位決定戦、敗れた選手が3位、勝った選手が次のラウンドに進んでいきます。はい、まず投げるのは先ほどミッシーパーキンを4位決定戦で破ってこのラウンドに進んできた韓国のジョン・ウンヒーです。レーンコンディションが刻々と変わっていく中、第1フレーム、はい、9本です。しっかりと取ってきます、はい、ペアです。そしてこちら女子予選2位、アベレージは225でした。トップとわずか5ピン差の2位だったシェリー・タン、シンガポール、はい、前回のアジア大会の銀メダリストでもあります、はい、シンガポールのエースですね。はい、はい、1投目は黒いボール、はい、しっかりと入ってきました、サウスポー。待っている選手というのは比較的やりにくい面もあると思うんですが、いきなりストライクです。そうですね、はい、なるべく、まあ、選択した上位者には、上位通過者にはレーンの選択権があるんですけども、はい、右側のレーンをシェリー選手が選択したっていうのは、はい、なんとかのジオン選手の勢いも止めたいというところも加味しての選択だと思いますよ。と言いますと、はい、続けて投げられると、はい、ストライクという具合にダブルで、先に、先行されると、はい、勢い乗せてしまうというところがあるんじゃないでしょうかね。なるほど、はい、逆に自分がここでストライクを持ってきますと、すごく優位に戦えるってところだと思います。なるほど、はい、ストライクです、ダブル。さあ出鼻をくじかれる形になりました、はい、ジョン・ウンヒー、再びリズムを作れるか。はい、しかない。ああ、それでも9本、はい、何か問題がありましたでしょうか。いえ、1フレー、2フレーと、まあ、投球を見てますと若干ボールが、早く動き出すように本人は感じているんでしょうかね。ですからちょっとボールを右にいわゆる膨らますといいますか、右の方に一旦右側に投球ラインを少し右側に出ていくようなライン取りを今していますね。早く動くというのはレインコンディションのせいでということでしょうか。そうですね、はい、スペアです。ジョン・ウンヒーは続けてスペア、シェリー・タンは続けてストライクという出だしです。ここからストライクを再びつないでいきたいところです。初めこの左側のレーンで投げたときはいい角度に見えましたが9本でした、はい、何か修正点ありましたか。スタンス位置で1枚ほど左に寄ってのスタートだったんですけども、今ちょっと戻したようですね。今一歩動きましたね、はい、外から入って曲がりきりません、薄くなってしまいました、はい、修正したんですが。そうですね、思ったのスパットそのものを、はい、外目に置いたような投球になってしまいましたね。目標としているのが大体リバウンドスパット付近だと思うんですけども、その右側を投球してしまいましたので、はい、ちょっとボールが曲がらずに、1番ピン外してしまいましたね、はいはい、レーンの手前の方に三角の印が7つ見えますが、そうですね、はい、あれが右から1番、2番、3番、ね、4番スパットという形になります、はい、それまで2番スパット付近を投げてたんですけども、まあ、今スペアを取りに行く感じですが、はい、その2番スパットのあたりを通っていきました、
かなり左から曲がってきます、はい、ターキー。そして自らの投球では3連続ストライク、はい、これでスコアとしては今現在で40ピン50ピン近くの差ということになるでしょうか。そうですね、はい、40ピンほどになっていると思います。ですからこの後9フレーム、ファンデーションフレームと呼ばれる9フレをうまくつないでいくと、このまま、全てストライクでいきますと220ちょうどまで、はい、点数が伸びていくので、シェリー選手にも、まあ、若干プレッシャーがかかりますね。ストライクが必要です。1本ピンアクション足りません。9本。あ、やっぱり厚く入ってますね。本当に対照的な流れになりましたね、はい、本当にシェリー選手の方は、残りそうなセブンピンをピンアクションで倒し、はい、ミスりそうなスペアをピンアクションで倒れ、はい、片やジョン選手はポケットヒットしてるのに、はい、キューバピンが残ってしまうと。これ運で片付けるのか、あるいは球の強さ回転というところなのか、難しいところですが、はい、これはもう本当に、お二人のボーリングのレベルの差なんてのはまるでございませんので、はい、もう本当にこうゲームの流れといいますかね、本当にシェリー選手のレーンの選択から始まって、1フレーム2フレームのダブルターキースタートというところの流れが引き起こした、ゲームの流れですね、はい、これでジョンはこのままストライクを最後パンチアウトしても199、はい、シェリータンはこれでストライクが出ればもう次のラウンド進出というのが決まりますね、はいはい、ストライクでなくてもある程度のピンを倒せば決まります。はい、ストライク、しっかりストライクで次のラウンド進出を決めました。決勝戦進出。まあ、ここからもう勝負が決まりましたので、はい、シェリー選手はもう次の次戦の優勝決定戦のことを少し頭に入れながら、はい、なるほど、投球この残りの1フレームは過ごすと思いますね。レーンのコンディションなどを見ていくわけですね、はい、今のもそうですね。やはり少しボールを出しに行きまして、はい、ガタ寄りにボールを方向を向けていきながらボールが返ってくるか曲がってくるからどうかをチェックを今しましたね。ということは今ヘッドピン外しましたが問題はない、はい、自分の感覚確かめられた部分があると。そうですね、はい、ちょっと外にボールが出た時に、ボールが曲がってポケットまで届くかどうかというところの確認を今したということですね。そうなんですね、はい、もう次の決勝の戦いが始まっています、はい、シェリータン。まあ、レーンのコンディションは着々と変わっていきます。こちら予選1位マレーシアのカイルニサが待っています。シェリータンの最後の投球です、はい、最後レーンの感触をしっかりと感覚に焼き付けて、はい、投球を終えました。235、シェリータンが決勝進出です。いや、この3人を見ますとですね、マレーシア、韓国、シンガポールということですが、こう日本のライバルにもなってくる国ですよね。まさにおっしゃる通りですね。もう今やもうアジアの名手的な存在になりつつある韓国、はい、まあ、ジュニアの育成から始まって、はい、国を挙げての選手強化が進んでいるシンガポール、マレーシア、はい、そういったところが今躍進している今アジアのボーリング事情ですね、はい、ですからまあこういった国々の選手たちと我らがチームジャパンは、今後どう戦っていくべきなのか、どう強化していくのかところがこれからのテーマになりますね。今日本代表の選手たちも間近で見ている姿が捉えられました、はい、まさに彼女たちのもうライバルですからね。一本残ります。次が最後の投球です。韓国のジョン、まあ、そういう意味では各国強化が進んで日本にとっては
険しくなってきますけれども、そうですね、はい、もう本当に、まあ、こういう大会をきっかけに今現在の、まあこういったアジアの国々強化を進めている国々に対して、我々日本の選手と、はい、もう刺激を受けて、ぜひこういうステップラダーに残ってくれることを期待したいですね。そうですね、はい、女子の個人戦3位決定戦、勝ったのはシンガポールのシェリー・タン決勝進出、敗れた韓国のジョンが3位ということになります。これで決勝戦はシンガポールのシェリー・タンとマレーシアのダヤン・カイルニサ、東南アジアの2チームでの決勝ということになりました。